ちょっと、強そうだ。山と丘の区別って難しいらしいね。ポロを入れてしまいますよ。甘く見ないことだね。手加減は氷馬の気持ち。術に見られし者は氷馬に落ち。 安いのに気をつけてくださいね、皆さん。心配されてるぞ。皆さんって言ってたろ、皆さんって。一気に畳みかける。分かってる分かってる。無双だ。ラストフィナル。全員が熱く。熱いが熱く。消えまい。前行きだ。火は荒れ続けていくよ。潜るか。
スレイ、ここってまさか。どういうつもり？それはアイゼンを殺すってことさ。待って、私との約束は。悪いな、俺の約束はあいつをぶっ殺すってことなんだわ。そう、見極めたのね。お兄ちゃんを救う方法はヘルダルフと同じだって。そうよね、ドラゴンを元に戻すことなんてできない。だから殺すしかないの。エドナ、気にしなくていいわ。本当は分かってる、あれはもうただの化け物だって。人や天族を何十人も殺して食べた怪物、私のことだって餌としか思ってない。なのにありもしない可能性にすがって逃げることもできなかった。何百年もずっと無駄に縛り付けられて、頭では分かってるのに。お兄ちゃんってだけで殺さないと、あれが生きてる限り。私は、俺がドラゴンになったら殺してる。きっとエドナが苦しむ。それって何よそれ、勝手なことばかり。勝手に旅に出て、勝手にドラゴンになって、私がどんなに寂しかったか。兄ちゃん、もう一度会いたいよ。お兄ちゃん、叶えてあげなきゃね、アイゼンの望み。ああ、エドナが自由になることはアイゼンの救いなんだと思う。こうするしかないんだよな、ヘルダルフと戦う前に。はい、エドナさんのためにも。切れるほど優等生揃いだ。当たり前でしょ。お一人で背負わないでください。優等生だかバカだな、こんなことに付き合うなんてよ。本当にそうよね。
狂ってるなら抱きしめてやるけど。いやよバカ。上等だ。決めよう今ここで。悪い待たせちまったな。この時は来ちゃったよお兄ちゃん。私が決める。爆雷飛行陣先行。爆雷爆上がれ道を切り開く。
何も言わないで。分かってると思うから。ごめんね。苦しませて。知るけじめつけたんだ。思い詰めんじゃねえって。大丈夫だよ、俺は。気にすんな、野郎も満足してるだろうしな。あんたも？俺もさ。けど、エドナは時間が必要かもしれないね。はい、何百年も積み重ねた思いですから。エドナは泣き虫だけど、芯は強い子だ。それってアイゼンも？知ってるだろう、俺たちも。ああ、だよな。スレイ、ちょっといい？いいけど、どうかしたの？どうもしないわ、気にしないで。うん、わかった。顔を見たくないってことかな。だとしても、俺はエドナの言う通りにするよ。勘違いしないで。ただの個人的な理由よ。腫れているからじゃないでしょうか、目が。そっか、あんなに泣いたからね。それならいいんだが。よくないぜ、背中で語る大人の色気に気づかなきゃね。黙りなさい、親父ザビーだ。略しておじいだ。はは、調子戻ってるじゃないの。ちょっと傷ついた。で、用事って何なの？ちょうどいいから、今のうちにみんなに言っておこうと思って。一度しか言わないから。ありがとう。ありがとう。2回言ったけど、一つはあいつの分だ。スレイ、ついでに俺も言っとくわ。おかげでダチとの約束を果たせた。サンキューな。
け、超みっけ。微笑ましく眺めてるって顔じゃないね。見つけた答えを信じると頑張ってるお二人が無理をなさってないかと。アイゼンのことか。はい。無理してるに決まってんだろ。いくら自分で決めたからって本当は嫌なことだったんだ。そうだな。けどまあしょうがねえ、決めちまったのも事実だ。ザビーダさん。ザビーダ、君も。はあ、同志様ご一行、俺様は大したもんだと思ってんぜ。嫌なことだからって逃げずにちゃんと答えたんだからな。ゾビード。ったく、言わせんなってこんなこと。そうですね。そうでした。そういうこと。どういうことだ。わからないの、ミボ。まだまだ子供ね。エドナ。ミクリオさん、心配するのではなくて、もう喋りすぎ。これ宿題な、ミクボ。何が何だか。ミクリオさんはずっと前に気づいているはずですわ。ああ、これがサパランということか。気持ちだったのかもね。一緒に行かなくてもお土産で思い出をつなげられるもんね。へえ、旅ガラスのあなたらしいセリフね。エドナも気持ちは同じだろ。違うわ、教えないけど。かなりエドナっぽいセリフなんだけど。言うわね。お兄さんっても別の人なんだし、同じ気持ちじゃなくてもいいんじゃない。投資能力マジでないない。そうね、お兄ちゃんと同じものを見てるのかなんてどうでもいいことだったわ。そういうことではありませんわ。そうだよ、
お兄さんと違ったこと感じてても悩まなくていいよって意味だな。エドナの旅はエドナのものなんだから。面倒な子たちね。心配いらない。いいことばかりじゃないけど旅は楽しい。エドナが気持ちを素直に。赤飯だ。人間はそうするらしいぜ。いや待て、落ち着け。これは罠だ。いて、いたんだ。ってお兄ちゃんは思ったのかなって話。さあ行きましょう。ああ、またな。行ってくるねお兄ちゃん。できましたわ。浄化の力。